はい、皆さんこんにちは、ワナリングルフジです。では今回は大好リシナル5、細川藤田が悪名コンプリート物語続けていきたいと思います。前回はですね、最難関と思われていた表裏卑怯、この称号をゲットすることができました。寝返りに寝返りを重ねたというところです。で、今ですね、細川藤高は河野家所属していまして、砥石山城の城主です。次狙う悪名の札は主殺し、そして共有です。これはですね、謀反を起こして、主権にあたる、この場合だと河野家、これを滅ぼし、かつ当主を殺す、切腹させるということをすると、主殺しと共有2枚取り一気にできますので、今回はね、それを行っていきたいと思います。じゃあその河野を滅ぼすにあたってどれぐらいの兵力が必要になるかというとですね、ズバリこの柚木城は8900の兵が詰めています、現状で。砥石山城はというと8800なので、今戦闘を始めると、結構厳しいというか、五分と五分になってしまうので、国づくりをまずしっかり行ってですね、十分に勝てる見込みが立ったら一挙に柚木城を制圧、主殺しと共有をゲットしていきたいと思います。なので今回はちょっとまったりめにですね、雑談などを交えつつ国づくりを行っていきましょう。では早速始めていきます。自宅に入って、なんといっても兵力が欲しいので主命伝達を行っていきます。利家はじめ侍大将クラスは全員徴兵を行いましょうと思ったら徴兵ができない、だったら訓練だな。で、あとはお金も欲しいので、兵糧売却してお金をゲット、あとは全員修行させます。人事はこれ以上昇進できる人はいないので、このままですね。では時間を進めます。あとは悪名をね、少し下げておこうかなと思うので、お寺に通って寄進寄付を行い下げておきましょう。悪名をね、マックス値にするのは多分簡単だと思うんですけど、悪名を下げるのはね、それなりにお金がかかりますね。今回はね、極めるっていうよりかは悪名の札を集めることに特化今のところしているので、風林火山とかね、本来だったら欲しいんですけど、手間を考えた場合、今回は割愛したいかなと思います。もし取れるチャンスが来ればね、取っていければと思いますが、ではお伏せします。1000、とにかく今まで働いてきた悪事を全て水に流してくださいっていうね、そういうフェーズですからね。なかなか人生において一度ついた悪い噂を払拭するのはなかなかね、難しいとは思いますけど、この対抗力試練の中では金さえ払えば簡単に悪名など下げることができる、そういう内容ですね。あと医者になっていて、診療所も開設しているので、その診療所でね、無料で診療薬を与えることによって、これでもどうやら悪名が下がるようなんで、そういうこまごましたせこせこと悪名をね、下げていきましょう。おっと、食らうかこの距離。用心棒がちょっと五感で雇ってるんで、あんまり当てにならなそうな感じがしますが、いきなりリセットしたくないので、ここは負けたくないな。2人同時にね、切りかかられると一気に大ダメージを食らうので、ここは神妙剣が打てない。ちょっとずれちゃってんだな、芯からね。で、このまま悪名を下げつつ兵力を高めたら、まずは2つの悪名の札をゲットしに行きましょう。そうすればあと一切り、辻切りをね、繰り返していれば攻略が完了するかなというふうには思います。
おっと、ここで、これ大丈夫？大丈夫だね。こここそ、神妙剣を食らわせよう。でね、僕の今のこの実力と、まあ、細川藤高の武力だとですね、午前試合、天覧試合かな。で、勝ち進むのが、まあ、5、6試合目まではいけるんですけど、その先になってくるとね、どうにもこうにも立ち行かないので、天覧試合も今回は攻略をちょっと見送ろうかなというふうには思っています。せっせと寺に寄進するための金を貯めなきゃいけないので。あとは部下たちが出世してくれたら、軍資金集めに奔走してもらってそこから横領するっていうのがね、一番簡単な手立てなんですけど、まだ家臣たちがそこまで出世していない人たちが多いので、これはしょうがないですね。では寺に行きます。僕は全く無宗教なのであんまり興味はないんですけどね、宗教には。ただあのタイに行ったらですね、一応お寺、まあ、1個ぐらいは回るようにしてます。結局帰国した時にどこ行ったのみたいな話に奥さんとなると思うんですけど、その時に何にもネタがないと困るんで、一応まあなんか観光をしたりとか、まあ、そういう証拠じゃないですけど、まあ、それで最も分かりやすいのがね、お寺だったりするので、まあ、そういったところに行ったりしてます。あとね、今はもうあるのかないのか、前回12月に行った時は閉まってたんで、もしかしたらもうないのかもしれないんですけど、ラインパークっていうね、トークアプリのラインあると思うんですけど、ラインのテーマパーク、まあ、室内型のジョイポリスみたいな、ジョイポリスのもうちょっとしょぼい版って言った方がいいのかな、まあ、そういうのがあったんで、そことかにはね、行ってみましたね。これ金がないの？軍資金がないんだな。しょうがない。軍資金をちょっと入れてあげるしかないな。軍資金に手元から1万ぐらい入れるしかない。金が全くないですね、こいつら。なので軍資金調達でしょう。軍資金調達で、一人だけ徴兵。残りは修行させましょう。人材調査とかも入れとく。金がなさすぎるな。最低3000はないとね、しんどいですよね。まあ、茶会を一回開いておこう。友達も、決してっていうか全く少ないんで、お茶会とかそういう概念が全くないですけどね。そしたらこのまま人事案を確認していなければ、再び自ら徴兵しに行きましょう。1万4000ぐらい兵が集まれば勝てるかなとは思います。1800、これはでかいな。ではちょっと家に帰って寝ましょう。主殺しを手に入れればもう悪名コンプリートに王手ですね。でまた金がちょっと足りなくなってきてるので、座に通いますか。それか今の兵力確認。12000。もう2、3回は徴兵しておきたいな。まあ、治安が下がってもいいので、この際、一挙に1万5000まで集めましょう。治安などどうでもいい。それが悪名。弁舌の連達者。前にもね、言ったと思うんですけど、まあ、普通の会社員としての名刺はね、もちろん皆さん
会社員の方であれば持ってると思うんですけど、まあ、遊びがてらでやってる副業の方でですね、名刺一応僕作ってまして、今その肩書きがディレクター兼カメラマンみたいな肩書きになってたと思うんですけど、これにもう一個剣をつけて、アンドをつけて、弁士ってつけようかなってちょっと今思ってるんですよね。まあ、誰に渡すっていうこともほとんど今まで 1,2 枚しか配ったことがないんで、この先も配る機会はほぼないと思うんですけど、ギョッとしますよね。弁士ってついてたら普通に名刺に、何者なんだこいつはっていう。では出陣していきます。悪名をこの手に。一応セーブさせてください。もしね、河野家が援軍を大量に呼んでくるようなことがあると、ちょっとかなり厳しくなってくるケースもあるので、その場合はね、もうサクッと、まあ、悪名なんでタイムリープ、時をまたぐことなど何にも躊躇しないっていうね、指名伝達だけしておきます。上から5人は出陣してもらうとして、残りには全員修行だな。せめてね、侍大将まで上がってもらわないと命令できる内容がいかんせん少ないですね。もう一人、そうだな、森吉成、前田利家は出陣してもらいたいから、ここまでですね。では合戦に出陣します。これね、海のこの砥石山城で良かったです本当に。これによって海伝いにここ柚木城に出陣できます。ではまず謀反からですね。殿、今なんと拙者の空耳でございますかな。ここはね、空耳ではないんですね。悪名をコンプリートするためだけに生きてきたこの細川藤孝にとって、謀反をすることなど何ら動作もないことなんですね。なのでこのまま一挙に柚木城を攻め、主殺し、そして共有、この汚名をあえて甘んじて受け入れましょう。では表情です。合戦。海伝いなので遠く離れた柚木城に出陣が可能。攻め込む名分はね、あるんですよ。これはもう完全に悪名が欲しい、その一点ですね。8000の兵だったら、いけるかなというふうには思います。8000だね。河野よ、油断したな。私の前に兵を増員していなかったわけだ。ではこのままね、柚木城を攻め、主殺し、共有のダブル取りを狙いましょう。和議の使者、停戦、約定、そんなものは拒否、大胆すら出さない。ちょっと兵力もうちょっと惜しかったかなと思うんですけども、武将が成長しない限りこれ以上兵力を増やすことができないので、ここは我慢ですね。何、村上水軍が砥石山城に迫っているだと。いや、先に河野を滅ぼしたい。ここまで来たら攻め落とされた。うわ、これちょっとじゃあタイムリープしていきます。では兵力を集めてきましたので、これで再び謀反を起こして河野を滅ぼしましょう。早速出陣していきます。もうこれで誰の命令にも従わない大名になりましたからね。合戦。さっきは村上水軍に今日疲れましたけど、今回は十分な兵を残してありますので、これで戦っていきます。
かつあと一条家と同盟も結んだので、可能であれば一条から援軍を要請しましょう。ただ多分距離的にというか、航路行軍するルートがないので援軍が要請できないんだよね。まあしょうがない。これはこのまま攻め落とします。西園寺か大友、九州の大友だったらね、もしかしたら経路的に来てくれるかなという気もしますけどね。今回は大丈夫だよね。村上水軍、まさかの村上水軍に留守を狙われるというね、大した悪名を極めようとしている者としてはなんともお粗末な結果に前回はなってしまいましたけど、今回はここまではまあ順調かな。停戦拒否、大案すら出さない、撫で切りにすることが主殺し共有に必要なことになってますからね。ちょっと攻撃力がしょぼいよな。ちょっと待って、一条家が柚木城に迫っている。一条家はさ、同盟結んだじゃん。どういうことよ。これが悪名か。これが悪名なんだな。拒否。いや、油断ならないな、これ。悪名コンプリートするには。敵方の援軍として来る意味がわからないわ。ちょっと内容確認します。敵の数。多い。これでは勝てない。またちょっとタイムリープしていきます。はい。では、謀反を起こして、大内、大友、一条と、同盟を結んできました。さっきね、一条と同盟を結ぶのが、まだ河野家にいる時に同盟を結んだので、河野家として出陣してきたっていう、まあ、至極当然のことをしてしまったわけなので、今回は同じミスをしないように気をつけます。まあ、一条さんに出陣を促しましょう。2000貫を払う。よし、援軍が出た。これで主殺し、その札を我が手中に収めましょう。さっきは本当お粗末でしたね。河野家にまだいるときに河野家の使者として同盟を結んでくださいと一条さんのところに言いに行った挙句、河野家と開戦したら一条さんが河野家として参戦する、まあ、当然のことですね。さらに援軍要請します。大内、2000貫、金がない。ではこのままだな。来てくれるだろう、大内義長ほどであれば。では簡易戦闘を続行します。もう士気がね、カスなんで細川軍は。それね、こんだけ悪名の高い武将の下で働くのは嫌ですよね。大内軍15000、一条軍が14500、3万以上の軍勢で柚木城をザクザクと。砥石山城に村上水軍どっちが先に攻略できるか頼む。よし、こっちだ。ただ城を失ってこれ大丈夫なのかっていう心配がありますけどね。村上水軍マジ何なんだ。ではこれで敵将2人、自害を許す。主殺しなんです。主殺しじゃなくて主殺しですね。平岡房実さんはとよう試みます。では死んでもらおう。共有、さあ急いで戻ろう。攻め落とされたマジか。まあただこの柚木城があるんで、柚木城でね生活しましょう。まあ、周りはみんな仲がいい大名だらけに逆に言うとなったので。てか村上水軍攻め落としたいわ。
本当にね。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただいて、あとはね、一切り、辻切りを繰り返していきたいなというふうに思います。本当に。あとちょっとの差で、また、城を失ってゲームオーバーになるところでした。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。